成田山大阪別院名王院は、大阪船屋川市にある新言宗地山派の寺院。千葉県成田市にある成田山新勝寺の別院である。本尊が不動明王であり成田山不動村という通称で呼ばれている。創建は1934年。また、近畿36不動村で場の第28番となっている。除けや交通安全祈願のご利益があるとされる。 現在の寝屋川市を含む北川地地域は、大阪府北東部にあたり、すなわち、鬼門に相当する。この北川地地域を縦断する京阪本線の開業当初、北川地群とも、緑木村大和群、三井の丘陵部に、京阪電気鉄道は、香り遊園地を開設したが、2年後に、道群平方町大技へ加へ一転した。とも、緑木村の跡地は、 1920年代に住宅地として、香織駅東側の造成が行われた後、京阪の手で香織園経営地として住宅が分譲される。肝に由来するイメージを払拭するため、京阪電気鉄道は、成田三新商事に大阪別院の混流を依頼し、この地域に鬼は出ないことをアピールした。このような経緯から、周辺は新興住宅地であり、 成田山新勝寺のような門前町は形成されていないが、1967年に成田西町、成田町、成田東町、1973年に成田東が丘、成田南町の町名が誕生している。奥の陰景藩電鉄社内に祀られているご主。ありがとうございます。